おはようございます。今週も1週間満足していきますと言いたいところなんですけど、 iPhone のシステムデータが謎に400、500ギガぐらい埋まっちゃってて、今昨日の夜 iPhone 初期化しました。今大変なことになってます。よっ、知らす。朝ごはんです。うまっ。1週間 Vlog を投稿している関係上、バックアップ取ろうにも写真データ動画データがとんでもないことになるから、それさえもできなくって、だから土曜日の Vlog 撮影が終わって、でその日のうちに完成させて日曜日の素材を撮り始める前じゃないと、この初期化ができなかったんで無理やりやりました。でもこれで518GB のね削減につながったんで、何段のたまるんだよって話なんですけど、このバイク用ブーツが壊れてもうダメになったんで、新しい靴を買いに行かなければなりません。これはやばいな、溜まりすぎだろ。仮面ライダーかっこいいな。靴探しに行きます。日曜日だからか人がめちゃくちゃ多い。 ABC マート、番号札無限大。はい、ありがとうございます、はい、買っちまったぜ。靴ひもこのビーズみたいなやつ買ったんですけど、 M があんまりにも短すぎて今交換してもらいました。靴履いてみました。なんかかかとが抜けるな、これミスったかもしれん。靴変えるためだけに帰ってきました。おとなしく普通の靴ひもにしたらよかったかもしれないです。すげえ違和感がある。今さらながらスシローを救いに来た。というわけでいただきます。救いたいけど予算もないから安いもので腹を満たしていく。テーブル埋まったんですけど、最強のかぼちゃで塩かけると化け物になるんで、マジでおすすめです。絶対やってほしい。もう一個頼む。これで救えただろう。食べ過ぎた。普通の靴ひもに戻してみようと思います。こっちの方が見た目いいな。普通にっていうか、もともとこっちなんですけど、これはい、というわけで帰ってまいりました。のんびりぬくぬくしてました。ちょっと夜ご飯を食べようと思うんですけど、全然お腹が空いてないです。でも食べたい。よいしょ、冷蔵庫の中にはね、ゆで卵があるんで、これを食べようかな。今日のご飯です。ゆで卵だけだとちょっと寂しいんで、味噌汁作りました。うまっ。シャワーも浴びて歯も磨いてもやることは全部終わって、まあ意外とね早い時間に全て終わったので、もう寝ようかなと思います。おはようございます。30分ぐらい前から起きてました。とはいってももう昼前です。朝ごはんです。しらすの味がわからん。確定申告が何にもわからず一から調べています。はい、今ですね確定申告の、手続きが終わりました。
やりゃ簡単なんですけど、分かんなさすぎて。初めてやることってね、何でも難しい。まあまあ降ってるから引きこもります。あまり汚い言葉を使わせるなよ。こっちはショットガンとハンドガンしかねえんだよ。もうちょっと手加減をしてくれ。うっ、やばい、爆殺。うっ、次なんだが見たら喜びそうだ。ベビー攻略したから次はどなたアンジーちゃんをぶちに行きます。料理、お酢、ごま油、ゆで卵でした。というわけで今日のご飯は油そばです。作ってみました。店っぽくラー油をかけて店の味にね、どこまで近づけられるのかちょっと試してみようと。なんやかんやで普通にうまかったな。また作ろう。麺がねまだ半分余ってるんで今週中もう一回食べます。次はもっとうまくなるはず。 Wi-Fi が繋がらなくなって強制終了。マジなえる。しゃあない、風呂入ろう。はい、というわけで今日は何もしませんでした。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日はちょっと晴れ、今まだ寒い、長袖を着よう。朝ごはんです。またフライパンに卵がこびりついちゃった。なんかやり方間違えた。今ですね、実写動画の撮影をしていたら、Amazon から荷物が届いて、何も頼んでないんです。何も頼んでないけど荷物届いたんですけど、なんと視聴者の方から送られてきました。バレンタインだよ、トラップカード発動、ギフトカード、ありがとうございます。もうありがとう、あの不意打ちすぎて最初見た時にえってなって、いや本当ありがとうございます。励みになります。ちょっとワークマン行こうかなと思います。靴下がやべえ。何買うかっていうと、靴下がちょっとねやばいんで靴下を買います。めちゃくちゃあっさりワークマンへ到着。もともと行こうとしてた場所の半分ぐらいの距離ついちゃったな。定休日でした。雲行きがすんごい怪しいけど今日雨降ったりしないよね。後ろはめっちゃ晴れてるけど、ワークマンへ到着。3足2セット買って終わりです。なんか T シャツも買おうと思ったんですけど、絶対透けるやつだなと思ったんで今回はやめました。ユニクロでよかったな。これワークマンでの買い物も終わりまして、ちょっとこれからぐるーっと回ってから帰ろうかなって感じです。葛西臨海公園へ間もなく到着。バイク駐輪場はですね、What? バイク葛西臨海公園、久しぶりに来たけどめちゃくちゃいいところでした。このまま楽しかった勢いに任せて357を走っていこうかなと。お台場へ行こう。バーベキュー場とかと隣接した駐車場なんで多分入れるはず。入れるよな。はい、二輪車無料。あまり好きなラインナップじゃないな。ここが一番落ち着くんでここにします。160円もしたあやたくカフェでいただきます。あったか。風が強くて寒いからもう出ます。いい景色だ。でもめちゃくちゃ寒い。バイクだからこそ見れる景色って感じでもあるかな。これは車とはねまた違うから見え方が。飛行機、
お台場行こうと思ったんですけど、ちょっと気が変わったので大田区へ行こうかなと思います。なんかたい焼きが食べたい気分になりました。お目当てのたい焼き屋なんですけど閉店していました。白バイを発見。いってらっしゃい。チャンス。ガソリンスタンド見つけ次第突っ込んでいきたいと思います。入らない。定産屋。無事に給油もできたんで安全運転で帰ります。はい、というわけで無事に帰ってきました。寒かったな外、本当に。あの意地でもたい焼きが食べたかったんで業スーで買ってきました。レンチンたい焼き見て、あったこ、熱っ、うまっ。これから仕事の打ち合わせがあるんで、ちょっと出ます。風はちょっと落ち着いたんですけどめちゃくちゃ寒い。電熱ベスト下に来てきてよかった。あとあのスカイツリーがハッピーなんか書いてあります。というわけで打ち合わせ終わりました。これから帰ります。というわけで帰ってきました。これから料理します。ネギってどこまで食えるんだ。いけるとこまでいっちゃおうか。そしてアボカド丼、なんかいろいろ試行錯誤してたら動画撮るの完全に忘れてました。そして鍋。はい、というわけで今日のご飯はこちら。こんな感じです。いや、ちょっと豪華にしすぎたな、今日。でしょうねって味、うまっ。おお。マジでうますぎる。やばい。もう、明日の分まで全部食べちゃいそう。いい時間なんですけど霧が悪くてやめられないっていう。おはようございます。ああ、せっかく起きたのに寝落ちしてました。ゲームはやりすぎたらダメですね。生活リズムが一瞬にして崩壊した。卵砕けて消えていきました。バイオハザードビレッジやったら1日終わりそうなんでちょっと散歩しに行こうと思います。仕事用の服をちょっと買いに行こうかなと思います。いや、マジでこれでよかったな。昨日買ったやつ値段倍以上するんだけど。意外とありか、これ精神くろ。とりあえずお目当てのものは変えてやることがなくなったな。周辺のスタバ全滅です。もう人が多すぎる。ちょっと今歩いてミスドへ向かってます。あそこだったらさすがにそんな人はいないはずなんで。ジーザース、めっちゃ人いるやん。はい、ありがとうございます。
編集ははかどったんですが、もう日が沈んで夜になってしまいました。歩いて帰ろうと思います。いつも買ってる卵が最近全然ない。はい、というわけで帰ってきました。寒い。うちの近くって結構一通地獄になってるんですけど、3ナンバーの車が T 字路のところで3ナンバーが引っかかって出れなくなってましたね。1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいね、誰かしら餌食になってるんで。4分経ったら教えて。意外とこれ量多くなるからな、見た目めっちゃ。見てみたら、お、いやでもいい感じやん。油そばリベンジです。ん、前回よりさらにいい感じ。じゃあ明日は仕事なんで今日も寝ようと思います。おやすみなさい。予定よりだいぶ遅く起きました。夜寝ようと思ったんですけど、なかなか寝つけなくて、とりあえず急いで準備していこうと思います。はい、それでは仕事へ行こうと思います。弁当買いました。寒い。駅からしばらく歩きます。それじゃあそろそろ仕事やっていきます。昼です。終わりました。帰ります。途中買い食いする誘惑を5回ぐらい断ち切ったんで、ゆで卵でも食べます。今やってるこの Nintendo Switch なんですけど、手放すことに決めました。今ね、バイオハザードやってるんですけど、バイオハザードビレッジっていうナンバリングタイトル8作目のものをやってるんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。面白すぎてね、すごい時間持ってかれちゃうから、ゲームは引退です。バイオハザード RE4 はやるんですけど、それはプレ4なんで実家に帰ってやろうかなって感じです。生姜、落ち着き、はい、夜ご飯は生姜焼きです。今ね、バイオハザードビレッジ4周目入ったんですよ。時間を潰すだけの時間っていうのがちょっとね、バイオめちゃくちゃ好きだから、もう 今も現在進行形でやってるんですけど、一区切りつくってことで手放そうと思います。おはようございます。盛大に寝落ちをかましてました。というわけで風呂入ってきまして、洗い物終わって炊飯器もセット完了ってことで、多分11時間ぐらい寝てたと思うんですけど、なんかひたすら前髪がね上がらなくて、なんかこう怒られるみたいなわけわからない夢をね見てました。というわけで散歩行こうと思います。日が出てる間に歩きまくります。
塩パン買っちゃいました。均等に座られていて場所がないな。最近バイク乗ってない日でもキー持ち歩いてます。お隣に座ってた高校生からめちゃめちゃタイムが終わってようやく喋れます。周りを気にしないって素晴らしい。ライダースジャケットってそんなにあったかくないんで、日が出てるうちにもう家帰ろうと思います。もうすでにちょっと寒いもん。背中で太陽を受けてます。めちゃくちゃあったけ。先日視聴者の方からいただいたバレンタインギフトでこれを買おうと思います。そういえば帰ってきてました。忘れてた。スーパーで買い物して。もやしとキノコとほうれん草も追加して完成です。本日のご飯です。いつもと全く違うキムチ鍋。これはこれでうまい。コメント返信をしていきます。はい、というわけで風呂入ってきました。それじゃあもう今日は寝ようと思います。明日は仕事です。おはようございます。起きました。いや、のんびりしてる場合じゃねえわ。それでは今日は仕事行ってきます。昼です。午後もやってきます。終わりました。今週2日しか働いてないのにすごい疲れた気がする。帰ってきました。洗濯も終わってる。今週の Vlog はここで終わろうと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、ちょっと暖かくなってきてね、やや薄着でもいいのかなと思うんですけど、やっぱ朝とね昼と夜の寒暖差はえぐいんで、まあ、まだアルファのね出番はもうちょっとあるのかなって思ってます。というわけで来週も満足していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。フォーでした。バイバイ。